僕の仕事は YouTube ついに発売。はい、マスオ TV です。本日7月19日、この僕の仕事は YouTube、 ヒカキンが書いた本ついに発売でーす。イエーイ。はい、半年くらい前からね、やばいよマスオさん、俺本出すかもよとか言ってた本がね、ついに完成しました。で、発売。すごい、すごいっすね。で、早速読んでみたんで、今日はね、その感想をちょっと言っていきたいと思います。はいはい。で、まずこの本なんですけど、前半戦はヒカキンがね、なんか YouTube で人気になるまでのその過程みたいなことが書いてあって、後半戦はなんかどうやったら YouTube で人気になるかっていうことが書かれているようです。で、僕としてはこの前半戦のヒカキンがね、 YouTube で人気になるまでのところがね、正直面白かったです。で、なんで面白かったのかなって思ったらね、なんかね、素直に書いてるからだと思うんですよね。はい、こういう本って俺はこうやって人気になったぜ、すげえだろっていう本が多いと思うんですけど、なんかほんとね、ヒカキンそのまま書いてます。なんか思い出話してるみたいな感じ。ああ、そういえばあの時ああだったなーみたいな、ああ、あの時あんなこと言ってたわみたいな、まあ、普通の人がすごいね、頑張ってって、なんかこういう本まで出せるようになった過程みたいな、なんか馴染みやすい、そんな内容でした。はい。で、この後半戦の YouTube で人気になる方法ってのもね、すごい役立つ情報でしたよ。なんといってもこのマスオ TV、 あのヒカキンプロデュースってことで始まりましたから。はいはい。もちろんその最初の動画出すときに、マスオさん、こういうのは気をつけた方がいいよとか、こういうのは絶対やった方がいいから、ここだけはみたいなこと言われたことが全部書いてありますね。まあ他の YouTuber さんが言ってないようなヒカキン独自の目線のやつもね、結構あったりとか、逆にね、すんごい基本なことも書いてありますね。はい。まあこういうね、書いてある基本的な内容をしっかりやってれば、うん、そこそこしっかりなるんだろうなって思いますもんね。僕もね、ヒカキンにね、ブワーって言われたんですけど、それ本当にやんなきゃいけないのってね、うん、なんかそういう内容、基本的な内容なんですけど、それがね、大事なんです多分。はい。まあそういう内容も含めて読みました。はいはい。ちょっと僕も写ってます。あの保育園の頃の写真とかね、小学校の頃の写真とかね、載っててね、おっと、おいおいおい、これ載ってんのかよっていうのがあってね、すごいびっくりしました。はい。まあそんな感じです。結構読みやすくてさらって読めますんで、はい、興味のある方ぜひ読んでみてください。 YouTube に興味のある方だったり、ヒカキンに興味のある方だったら絶対いいと思うんで、はいはい。で、この本なんですけど、全国の書店だったりとか Amazon でも購入できるみたいなんで、ぜひ興味のある方チェックしてみてください。で、この本の出版記念イベントっていうのがね、7月の27日の土曜日の2時からあるんで、はい、実は僕もこれ参加させていただきますんで、はい、そちらも興味のある方はね、リンク貼っとくんで、そちらどうぞご覧ください。ということで、この本発売ということで、はい、レビューしていきました。結構素直なレビューだったんじゃないでしょうか。はい、ぜひ皆さんも一度チェックしてみてください。はい、ということで、以上、マスオ TV でした。バーイ。